眩しい。字が多すぎる。読め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 。結構読む時間与えてくれてたっぽいけど。ああ。うわ、法律のできる相談、行列のできる法律相談所か。法律ができる法律相談所って言おうとしてる。普通の法律相談所じゃん。法律ができない法律相談所って何。歩き澄ましてます、この人。人多いな。こんなもの？あっけに捉えてるわ。うわ。じゃないかなっていう感じはしてるんですけど。でも。明日の課題、じゃもうちょっと話聞きたかったな。スタンド能力に目覚めた。最初は2秒だったが、違う、最初は何秒だった。今は4秒5秒と長くなっている。もったいな、絶対いろんなことに使えるでしょう。ああ、四軒茶屋に着いた。はいはい、まあここら辺はもう分かったことなんでね。こういうとこ読んじゃう？マンションの値段が載ってる。これが都心の相場。まあ田舎と違うもんな、四軒茶屋駅と。まあ、現実は三軒茶屋だったかな。マンデーだって、サンデーじゃないの？週刊誌のポスター、大げさな煽り文句が並ぶ。煽り文句が大げさであればあれほどいい。路線情報が掲載。電車とか大変そうだよね。あ、地上登れちゃった。ここから行けるのか。お前絶対ストレートネックになるだろ。気をつけな。人のこと言えたギリじゃなさそうだけど。さくら宗次郎の家。住所はこの路地裏の住宅街。いや、ずいぶん。なんて書いてた？あ、キャラクターの背後にね。ずいぶんあれだね、その、東京、やっぱ東京といえば都心、うん、なんだろう、そのビルばっかを想像するけど、やっぱ下町。東京の中でもスポットが当たらぬような場所だよな、ここ。天気悪っ！嘘でしょ？なんか新しい門出を向かうには適してない。なんか湿ってそう。温度もちょっと暑そう。タバコって書いてある。居酒屋ね。あ、道聞きたいっす。お、ありがとう。優しいんだね。道聞きたいです。お、あ、ありがとう。優しいんだね。道聞きたいです。疲れてる。往復な質問されて。はいはい、いいね。こういうのいいよな。なんか、地域って感じの。クソデカスーパーではなく、クソデカが悪いわけじゃないけど。あの警察官、なんか、はぁってため息つかれるからやめといた方がいいですよ。さくら、はいはいはい。ダッシュしろ、ダッシュしろ。留守みたいだな。あ、留守なんですか。そうだ、さくらさんってこの時間は店にいるんだった。でも、そうなの。店やってるよね。他の配送が先かな。この近くの荷物は。あ、ちょっとその荷物届けに行きますよ、代わりに。あー、よし。
この辺ややこしいんだよね。一旦通りに出て、うん、ああそういうことね。なんか全然話しかけないねこいつ。絶対に盗み聞きをしてやるという確固たる確固たる信念を感じるこいつは大物になるな。すごいね、汚いね、汚いっていうのは、ね、この町の場合、この地域の場合、褒め言葉になるね。温泉だ、富士の湯。すごい、汚いね、本当に。本当に汚い。こういうとこってあんま見回したことないから、こんな感じの地形になってたんだ。やっぱ、プラスのやるときね、直行ルブランだし、なんならショートカット使っていくから。あ、俺も聞く。接続不景気に高齢化、次世代の若者たちに未来は。ね。うわ、くっそ。え？めちゃめちゃ汚いじゃん。なんて書いてんだろう。読めねえ。こういうのって大体読めないよね。あれ巻きぐそ書いてる。巻きぐそみたいなの書いてある。意外にここの住民、あれだ、知能が低い。勝てる。ここね。ルブランってなんだっけ？誰か、あのね、ルパン書いた人だっけ？あれ誰だっけ？いいや、入ろう。バスがお客を乗せたまま逆走ですからね。公共の交通機関なのに。困りますよ。市民は安心して暮らせませんよ。電車なんか使わない俺は。自転車一択。どうなってんのかしら。この前もあったじゃない。頻繁に起きてるの。終わってるでしょ。盾は怖いよ。真珠の養殖に使う貝の名前と。何マスですか、うん、埋めますよ。ああごめんなさい、セリフを飛ばした。そうか。そうだよ。今日って言ってたな。そんな感じ。いや実は気づいてないでしょね。じゃ誕生日、いや今日なんだけど、あそういえば今日だったね、おめでとうみたいな。そうや、照れ隠し。お題置いとくよ。普通ね、居候が来る日忘れるかよ。この店は裏路地だし、車突っ込んだりはしなさそうだね。車突っ込んだりはしないか、俺が何かするかもな。突っ込む。コーヒー一杯で4時間かよ。商売なんないね。まあ、お前がコーヒー一杯で何だろう、4時間もいさせてくれるってことはすごくいいとこなんですね。ああ、よかったです、こんなとこに来て。誰ですか、あなた。ああ。桜総次郎だ。あ、そこはちゃんと律儀に。1年間お前を預かることになってる。1年間ね。どんな悪ガキが来るかと思ったら、お前がね。何でもやりますよ僕。聞いてるか。うちの客とお前の親が知り合いで、まあいいか。ついでこい。なんて言った今。うちの客とお前の親が知り合いで、だいぶ遠いね。もうガチの他人でしょそれ。だいぶ遠いところに。持ってかれたな、にしては。お前の部屋だ。汚ね、この部屋に関しての汚いは悪口だよ。寝床のシーツくらいはくれてやるよ。ほこりがすごいね。オーブが飛んでるもん。何か言いたそうだな。広い、びっくりしてる。あとは自分で片付けろ。了解。店閉めたら俺は引き上げる。はいはい。夜は一人になるが、悪さすんなよ。騒いだら放り出すぞ。よし、一日のうちにもうあそこのルブランのカウンターにあったコーヒー豆全部持ってどっか行こう。商売だ。それで商売しよう。一応事情は聞いてるよ。確か男に言い寄られてる女をかばったら男が怪我して訴えられただけか。ね、この証言だけで勝てそうだけどね。大人相手に余計なことをするからだ。いや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 。怪我したのは事実なんだろ。そうですね。ね、そうですよ。前歴がついたお前は、あれて地元の高校を退学処分、裁判所の指導で転校転居を迫られ、両親もそれを承諾ってのかな。要は厄介払いされてここへ来たわけだ。そうです、厄介です、厄介者です、疫病神です。言うなよ。これでも客商売だからな。全然客来なくなる。一年はおとなしく暮らせ。何も起こさなきゃ観察も解ける。観察されてるんだ。一年か、長いっすね。問題起こせば少年院送りだぞ。もう入っててもおかしくないけどね。明日囚人に行くからな。いや奇抜だよな名前。めちゃめちゃ
ね、アルカトラズ刑務所の中にいっぱいいそうな人たちの名前だし、囚人学園高校、あの人たちは囚人って名前じゃねえか。学校だろうがよ、先生方に挨拶参りだ。おめえみたいなのが編入できるとこ、そうそうねえんだからな。そうだよね、よく編入できたわ。せっかくの日曜だってのによ。ちょ、言われるやんけ。届いたお前の荷物置いといたからな。おう、それだけ？嘘でしょ、それだけ？あん中に5億円入ってるかもしれんからいいや。何が入ってるかな、なんか今一番欲しいのルンバだな。今ルンバが一番欲しい。あ、入ってなかったっぽいな。散らかったテーブルだね。ここにすごいね、クモの巣張ってるぜ。あ、これ下行けるんだ。あ、え、あ、え、こんなの言えたの？知らなかった。部屋汚いです。あ、めっちゃ切れてる。あ、あ、ごめんなさい。あ、下行けたんだ。知らなかった。うわ、マジか。手伝った方がっていう選択肢もちょっと見なかったな。知らなかったよ。使ってなさそうな日用品が雑多に置かれている。まずは掃除しよう。まあ、他見えてみようね。使ってない看板なのかな、この下のルブナのやつは。いや、まだまだまだ。まあ、いい方でしょ。ねえ、人間ソファーでも寝れるんだから。一旦座ろう。座ることすらしない。そんなに埃溜まってるか、掃除しましょう。すごいね、もうこっちに来た瞬間から掃除を始められる、そのメンタルの凄さ。プロじゃんけ。もうそっちの仕事で食ってけよ。グッドナイト。あ、クモの巣張ってない、まだ大丈夫？なんだよ、バタバタしてると思ったら本当に掃除してたのか。プロの目が入りました。ちょっとマシになったな。お、いい笑顔。まあ自分の部屋なんだし当たり前のことなんだけどな。一人部屋にしてはでかい方だよね。やることねえだろ、さっさと寝ちまえよ。等身大のドラえもんぐらいなら OK そう。店を閉めて上がるからよ。夜更かしして体調崩しても面倒見ねえからな。この部屋じゃ夜更かしすることもねえだろ。何やって夜更かしするんだよ、ここ。はいはいはい、ベッドで就寝ね。おとなしく寝ろ。うわ、めちゃめちゃ怒られてる気分だった。おとなしく寝ろ。今日も寝てしまおうね。今日からここが自分の部屋だ。着替えて寝ます。はい、裁判。前歴。住所バレちゃうよ。そんなことないけど。遠くから男女の言い争う。ちょっと隠れながら行こう。このスクーター武器に使えない？ここはね、スニーキングスキルを。ギリギリまで、あー首、ギリギリまで近づいて、ふざけやがって、後ろでグラブしちゃえば。ああ、許せないにしとこう、なんとなくね、なんとなく。手間取らせやがって。俺に迷惑かけられる、見るんか？ん？何言ってんだこいつ。警察を呼びますよ。警察です、僕が。うん、呼んでみろ。警察なんて俺の犬だ。可愛がってる、ちゃんと。されないだろう。犬にかわいそうだろ。俺のなんだか。俺の豚とかにしとけ。それ豚にかわいそうか。何、どの動物が一番いいだろうね。俺のゴキブリとか、あいつにはね、あんま権利がないから。車に乗れ。
お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。船長。おい、何見てんだ。向こうに行け。見せもんじゃねえんだよ。伏せろガキ。なんか突ったりすぎじゃない？仁王立ちじゃん。かかってこい。最強だろこいつ。お前がトロイからだ。車に乗れ。かかってこい。弁慶ぐらい強い、弁慶ぐらい強い立ち方してる。思い出して怒っちゃってる。あ、あー、なんか、え、そこに入ってるってことはどっかのタイミングでその右のウサギのやつとか天気のやつとか全部インストールしたってこと？なんか似たような用途であろうみたいなやつ何個かない？インストールされてるよね、しっかり。切れながら消してない？それ左、それ朝起きたら左手しびれてね、そのまま寝たら。やっぱしびれた、やっぱしびれたんだよ。いい服だね。俺もそんなの持ってるよ。眼帯つけてる。やべえこいつら。絶対本当は目見えるでしょ。でね、双子で。そんなもの？そんなものかもしれないからやめとこうか、これ以上。あれは知らない人だ。腹長っ。ようこそ私のベルベットルームへ。はっ、ぴったりくっつけられてんのかこいつ。接着剤アロンアルファかもしれない。動いてなかったもん。どっから発生、一国道みたいな仕組みかな。気づいたようだな囚人。はい。現実のあなたは今は睡眠中。これは夢としての体験に過ぎません。じゃあ何やっても許されるわけだ。姿勢を正せ。ようこそ、お初にお目にかかる。鼻長いっすね。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。あ、めちゃめちゃなこと言ってる。どこだよ、契約を結んだ者のみが訪れる。契約してないしね。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。絶対覚えない。お前を呼び出したのは他でもない、お前の命にも関わる大切な話をするため。ああ、マジそんなに覚えました。イゴールさん、イゴールさん、ローから出して。わきまえろ囚人。誰に向かって言っている。あら、嘘でしょ。ショックバトンだったのか。俺は驚いた。この部屋のありようはお前自身の心のありよう。よもや牢獄が立ち現れるとは。俺の心だいぶ病んでるじゃん。お前はまさしく運命の囚われ。それは怒るわ。将来その身に破滅が。お前の心牢屋ですよってよくわからんやつに言われたな。あ、聞いてなかったなんて。冗談じゃない。そう焦らんでいい。抗う術はある。更生するのだ。やだ。自由への更生。更生が一番嫌だ。お前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。あー、どうしよう。破滅はごめんだではあるけど、二つ言いたいね。破滅はごめんだ、何を言ってるみたいな。それ、まあ何を言ってるかな、状況的にね。結構。そういう取り方すんの？お前の更生の奇跡拝見させてもらうとし。勝手に見るなよ。断り入れてね。今見たいなみたいな。急に見られたらびっくりする。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ、共に監修を務めている。えらいね、こんな。せいぜい無駄にあがくがいい。こんな年齢で働いて。私は元来囚人を守る職務。私たちもまた協力者です。ただし、あなたが従順なら。この者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。統率取れすぎ。日本人みたいやね。出てきたようだ。時期刻限。
ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。質の高い睡眠薬だ。